とにかく練習しました。そのワールドカードの決勝戦で自分が武器だと思ったフォアがあまり通用しなくて先に攻撃されることが多かったので、とにかく足を使って重い球をスピンをかけて重い球をしっかり振り切って入れるような練習をしてきました。結構フォアでウィナーも取れたり、結構相手のことをコートの外から追い出したり、そこはフォアは結構良かったんですけど、やっぱり緊張した場面で結構動きが硬くなってタイミングが合わないこともあったので、そのメンタルの部分が大きいと思います。阿部さんっていうすごい強い選手とやらせていただいて、自分のプレーが通用することは分かったので、もっともっとポイントを決めきる力と、あともっと経験が必要だと思うので、こういう強い選手ともっともっとたくさん試合をしてたくさん勝てるように頑張ります。分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。